侍か。よくも民を苦しめたな。もうこの掟に従えばこいつらは苦しまずに済む。愚かな嘘をつくな。死をもって償うがいい。その首俺が切り落としてやる。甲に火薬を混ぜれば濃い煙が出るはずだ。目くらましになるだろう。屋根から飛びかかっていた。さすが野党。数が多い。一人きり血が流れる前にもう一人を切らねば。
ざまに敵を三人も斬れば活路が見出せよう。侍様だったのか。見た目はそうだ。弓の修繕をいたしましょうか。また頼むぞ。さあ、お納めください。対馬に攻めてくる前、王子は打ち合わせをしてお達者で。実は面をつけた男にまつわる話を聞いてから怖くて眠れないのです。今はおとぎ話に震えている時ではなかろう、本当の話なんです。あの内常公の長久を守る神だそうですよ。少し休め。俺がその男の正体を突き止めよう。詳しいことは日吉の湯にいる奉仕に。ですがくれぐれも内常公の呪いには用心してください。の切れ味を鮮やかにいたしましょう。お待たせしました。酒井様、十分な素材をお持ちください。その太刀が錆を散りません。よろしい。鎧を仕立て直しましょうか。きっとあなた様をお守りしてくれます。
ノブ。いつか穏やかな旅に出ようか。走れ、ノブ。俺はここだ。近くにいるのか。小松だ。ユナとタカがおるはず。
境か。ユナ、お主か。ジン。待ってたよ。何が起きた？タカはどこだ？村の連中と隠れてる。ここも猛虎に襲われた。出迎えは殺され、ほとんどが捕虜にされたよ。残りのものを奪いに戻るはず。今のは石膏だ。ほどなく軍勢が押し寄せるぞ。なら逃げなきゃ。すぐに。いや、村を守る。
は？村の火事場も民も失えぬ。望むならばお主は行け。嫌だね。私も逃げるのは飽きた。村の者に会いたい。何人生き延びたんだ？そんなに多くない。ほとんどが百姓か鍛冶屋さ。戦えそうにないね。タカはどうだ？虫の一匹も殺せないふぬけだよ。今のは秘密ね。なぜ兄弟でそうも似つかぬ。酒くれるなら教えてあげる。村のみんなを避難させてたんだけど、一人心で猛虎に捕まって生きてた。猛虎は行った？しばらくは戻ってこないよ。これから火事場に向かうから一緒においで。火事場は動くか？ああ、でも猛虎に居所を知られるから。いや、釣り出してやろう。さすれば地の利を生かせるはずだ。火事場をおとりにするってわけか。酒井様、姉さん。タカ、あなたのご無事を祈ってました。それはありがたい。時に頼みがある。何かご入り用だとか、どういったもので？叔父上を救いたい。金田の木に囚われておるのだが、守りが固く、人知れず忍び込める道具がいい。ここには火事場がある上、お主も腕利きだ。最高のね。作ることはできますが、じき猛虎が来るのでは。村は必ず守ってみせる。任せときな。火事の助手がいります。幸男という名の。どこにおる？嫁を探しに行ったはずです。村の方へ。俺に任せろ。ユナ、戦の支度を。できてるみたいです。幸男。はい。タカが火事場で待っておる。お待ちを。妻と妹が川にいるんです。今すぐ案内しろ。こちらへ。俺から離れるでないぞ。Oh!
助かりました。幸雄の使いだ。生きてるの？ついてこい。火事場へ向かうぞ。ムツ、よかった。あんた、もう会えないかと思ったよ。怪我はないな。この方の強さといったら、まるで鬼だよ。猛虎が相手の時のみだ。火事場に行くぞ。ついてまいれ。Legium Harsinta, Sanctuary. Kissen hun Ordra. Lach Jostra. Jamar Nick. Hindman, Han. Yap Chihut, ich der Volkomste. Tisha, we have been Dosha Turgil! Dosha! Dosha Turgil! Dosha! Dosha! Dosho! Turkey! してたか。このお方のおかげだ。恩に来ます。
モーコが来る。ユナはどこだ。川の向こうの一家を探しに行ったきり帰ってきません。何？戻るまで火を入れるな。火を入れられるぞ。誰かを探しておるのか。しくじったよ。川の向こう岸で捕まっちまった。あの人たちはタカを弟子にしてくれた恩人なんだ。ならば捨ておけぬな。行くぞ。侍、侍はどこだ。嘘をつくな。お前の仲間をいたぶるぞ。侍なんて村の奴らはどこに消えた。お願いだから殺さないで。チュンハルボ。助かった。どうもありがとうございます。まだ気を抜くでない。火事場まで行けるか。ええ、なんとか。みんなついてまいれ。あの方は何者なの。話せば長くなる。殺し方がむごくて人じゃないみたい。そうかもね。Here you go!
姉さん、心配させやがって。火事場に火を入れろ。猛虎が寄ってきます。ここを打ち壊しはせぬであろう。この利を逃す手はないぞ。その前に殺されるかも。いずれにせよ、ここで猛虎を迎え撃つ。
しょう。お侍様の戦い方じゃない。何を申す。お侍どころじゃないよ。このお方は猛虎を打ち滅ぼすため冥府から蘇った伝説の武者クロード様さ。早く逃げましょう。ならぬ。火事場の火を焚き、再び小松が誇る武具を鍛えよう。さすれば直ちに志村殿をお救いできよう。伝説のクロード。悪くないだろう。侍は誉れを重んじると書で読んだ。それが己らと我らの違いよ。ならばなぜ我が兵は背後から切られている。酒井は決してさような手を使わん。戦では化けの皮が剥がれる。ならば己は犬だな。不未来の下地でしか動けぬ哀れで臆病な犬だ。前の老いも侍の道に背き犬になるつもりのようだ。止めたくば大元国に下るしかない。そして我らは本土襲来の手先となる。違うか。考えておくことだ。ただし急がねば己の老いは道を踏み外すことになるぞ。それまで首がつながっていればな。たかが仕事を終えるまで叔父上をお助けにはいけぬな。